ろうと思ったら全部落ちてきた。もらったのをこの間選挙ミュージアムで、これミュージアムでも、これは、あ、落ちた。これね、タオルなの、ポスターじゃないの。よし、いや、もうやだ、もうやだ、でもぐちゃぐちゃだ、もうやだ、もうくっつかない、もう知らない。これのために2分遅れました。意味のない2分でございました。入ったね、諦めた、諦めたよ。選挙ミュージアム出てまーす。タオル、ファイバータオル。よいしょ。近いな。よいしょ。こんなもん？なんか斜めだね。こんなもん？暗くない？私の携帯が暗いだけかな？あ、明るくなった。今日はね、ポニーテールでーす。ね、貼りたかったんだけど、あれ、ちょっと、よいしょ、こんなもんもらった。自分の使い道がわからない、使い道がわからないやつ。似てる？似てる？あかねちゃーん、あかねちゃーん、こんな感じで、とりあえず10時ぐらいまでやります。何、ね、あ、そう、髪の毛長いんですよ、これ。まだ去年の総選挙のすぐだからで、あ、そうだ、なんか文字でも書こうと思ったんだけど、どっか行っちゃった。もうダメだ、何やってもダメだ。コメント読もうかな。お、選挙ミュージアム行ってきてよ、ありがとうございます。新曲ね、決まったらしいね。何も本当に決まってないです。何も知らないし、歌もできてんのかな、わからないです。散らかってるの違うよ、この、なんだっけ。あー、嫌だ。これが入ってた、これが、うるさいんですよ、こっち。ほら。もうダメだ、ゴミみたいになっちゃった。もうね、東京にいるから何もないんですよ、今日は。ポスター貼りたいけど、貼りたいけどさ、だって落ちてくるもん。なんか粘着力のさ、低いさ、白いガムテープしかなくてさ、それしかないって言われてさ、落ちじゃないよ。もう知らない、やめた。体に貼れば、ああ、なるほどね。
ます。みんなと話します。うちは買ったよ、ありがとう。やっと入れた。やっほー、見てる。テンション高いですね。違うんですよ。もう、テンション高くないと一人じゃこんなん喋ってられないんですよ。低いままでもいいですか？超低いですよ。私、数本と低いんで。金さん、金さんおめでとう。それな。金さんって、あれになるのかな？一緒に住みたいメンバー？誰一人ってわけじゃなくて、みんなで合宿とかはしたいです。K2 がいいかな？あんま大人数とかだと、ちょっとあれだから、K2 だったらもう安心なんで、みんな仲いいから。熊本にスカライブ来てね、行く行く行く、くまもん。復興。頑張れー。男の子になりたい？昔は本当になりたかったです。でも今は女の子でよかったなって思います。コメント見なさすぎ、超見てんだけど。見てる？逆に。見てる？見てるよ。アモーレ！アモーレー！アモーレってなんかポーズであんのかな？アモーレー！僕、小好き、ありがとう。癖なんだよね。昔本当に男の子になりたかった時に僕って言ってたの。小学生の時。どら焼き？どら焼きは、特別な感じはないです。どら焼きに。アモレー。アニマル P 元気。わかんない。でも会いたい。佐藤さん会いたい。二郎さん。生電話。だから私、携帯電話使ってこれやってるから、電話できないんですよ。昨日も言ったけど。見てないか。姫路、この間行きました。あ、違う、それは、彦根だ。全然違う。姫路は前、みきちゃんと行きました。番組で。姫路城。愛媛、この間行ったね。楽しかったよ。今日何食べた？めんべ。辛いのが一番好きです。辛口めんべ。この間の小倉行った時に買いました。美味しいんですよ、これ。大好き。早いよー。全通再開するかな？全通再開、ね、しなかったらやばいからね。するとは思いますけれども、いつになるかはわかりません。K2 でやりたい。K2 でやりたい。やっぱ公演とはまた違うからさ、ツアーって。ツアーやりたい。逆転裁判6、やってますよ。やってない。まだやってない。買ったけど、選挙が終わるまでは我慢します。みんなが、こう、私に時間を使ってくれてるんだから、私は逆転裁判なんてやってちゃダメだと思うので、総選挙が終わるまでは逆転裁判はしません。ハロー。ハロー。ロベルト？ロベルトさん？ハロー。あかでまっちりだちゅりっちゅり。優しい。何を見てそう思ったんだろう。あれか、逆妻の話かな。鼻から牛乳出たことありますか？ないですね。鼻水は出ますけどね。花粉症なんで、毎日のように。大阪最近行った。行きました！一週間前ぐらいに行きました。お仕事で。でもまだ、ちょっと、何のお仕事かは内緒です。
でも一人だと寂しいから私に付き合ってもらうわ。髪伸びてきた？いや、そんな、まあ、全く伸びてないわけはないんですけど、でもまだこれぐらいです。まだ肩ついてないぐらいですね。内緒のお仕事いくつぐらいある？そんなない。悲しいことにそんなない。一つかな。これ以上は言わないよ。今日はね、カメラのお仕事だったんですよ。東京アイドルネットさんの、アイドルさんを撮るやつだったんですけど、もうそれはネットに上がってたので、ぜひ東京アイドルネットさんのツイッターで写真載ってたんで、見てみてください。これあれだね。めっちゃ反射するね。好きなタイプの、いっちゃった。これで反射しない。私が大きい、ちょっと私の顔が小さく見えるから嬉しいね。福岡で何か食べた？博多ラーメン食べました。胡椒をブワーって入れて、2杯食べたんですね。麺半分にして。で、麺半分にして、その半分の方を、めっちゃ胡椒だらけにして食べたんですけど、もう最後の方泥みたいでした。胡椒泥。ドロドロ。何？星の宣伝員のやつ怖いよって。何？何？何？なんか怖いこと言った？私？本人より星？でも星が気になるんだって。何が NG ワードなのかわからんから星が気になるんだって。豚骨ラーメン胡椒置いてあったんですよ。豚骨ラーメンですよ。博多ラーメンでした。買い物はネット派？服じゃないものは割とネットで買いますね。服は基本私は自分で買わないので、お母ちゃんが買ってくるか。でも昨日竹下通り来ました。クロス。強制終了した。マジか。してないよ。こっちは。まだ大丈夫。時計がない。私に聞きたいことないの？私に聞きたいこと。誰々の何々じゃなくて。なんかね、誰々ちゃんについて教えてみたいなの結構あるんだけど。星ちゃん？星んとってなんだ？星ん。ネックレス見せて。ほい。これはお母ちゃんが買ってくれたやつです。お母ちゃんがくれたやつ。お母ちゃんがくれたネックレスをなくすと本気で怒られるので、なくせないんですよ。本当に。すぐ怒られる。他人はもう買ったんだって言われるから。なくせないです。私すぐなくしちゃうんで。なんか顔のラインが変わったね。本当？あ、そう、これ、でもこれと比べると多分今痩せてると思う。シュッとしてると思う。なんか最近か、なんか、調子、なんか、めっちゃ食べてるんだけど、でもなんか、ぴょんってつきそうで怖いんですよ、いろんなお腹とかにぴょんって。ネックレスはネーム入りじゃないですよ。なんか、普通に売ってたやつ。ジュリカムラ店またやってほしい。やりたーい、やりたーい。名古屋でまだ一回もやったことないから、名古屋でもやりたいし、いろんなとこでやりたいですね。音ゲーのレベル教えて。80は言ってなかったけど、70後半ぐらいだったかな。もうちょっと最近は、星の数が追いつかなくなってきて、スコアが取れなくなってきたので、ほんと暇な時にちょっと歌聞きながら音ゲーやりたいなってぐらいでしか。